かもしれないから、ナイス。お、大丈夫、ありがとう、ありがとう、ありがとう、ナイス押してくれた。はっけおいのこがどばっかり企画です。ほー、実はですね、さあ今日は面白い企画を持ってきましたよ。名前の食材だけで今日の夜ご飯決まるスプラトゥーン。まあどんな企画かって言いますと、今から1時間とりあえずスプラトゥーンやります。で、まあスプラトゥーンって一人一人名前を付けられるんですよね。で、まあ7人とマッチングするじゃないですか。自分足して8人でスプラトゥーンやるから。で、7人の中でまあ食材とかご飯の名前がいたらそれを食べていいという企画です。で、まあ、単純にね、マッチングしただけじゃ食べれません。敵に行った場合は倒したらその食材ゲット。だから人参って名前の人がいたとします。1回倒したら人参1本ゲット、2回倒したら人参2本ゲット。で、味方に来ちゃった時って何もできないじゃないですか。なので味方に来た場合は味方にナイスを押してもらえたら、人参がナイスナイスって言ったら人参1本ゲットです。はい、そんな感じで今回やっていきます。まあね、いろいろあると思うんですけど、カレーでもまあね、2回倒したらカレー2杯ゲットという感じなんで、もうワンチャン大食い企画で、例えばだけど、なんだろうな、なんかカニアッキーみたいな名前の人がいるとします。そしたらもうそれはカニオッケーとします。まあご褒美企画ですね。はい、そんな感じで今回やっていきたいと思います。1時間スプラトゥーン、レッツラゴーイグヤッホーワー。さあ、まずはレギュラーマッチからやっていきましょう。今の時刻が5時24分なんで、6時24分までですね。さて、木村久美。いや、これは多分違うだろうな。強くなりてえ。これも違うだろうな。ムネポンも違うよね。シャンプは食べ物に、犬沼は、名前、ダメだ。食べれる名前のやつが一つもなかったよ。でね、昨日ね、一応、昨日、まあ、1時間ぐらいやってみたの、一応遊びで。そしたら意外に、なんだっけ、チーズタッカルビとか意外になんかいたんですよ。あとなんだっけな、なんかチョコチップみたいな名前とかいたりして、意外にね、結構当たりました。カツカレーみたいな、チキンカツカレーみたいな名前の人もいたりしたから、結構当たったからこの企画やろうっていう風になったんで、今回はね、たくさんね、俺に今日夜ご飯豪華にしてくれほしいですね。はい、そんな感じでマッチングするまでやっていきたいと思います。やめてやめて、ここでしょ、やめてやめてやめて。おお、すごいすごい。さあ、2回目。今んとこ一つも食材出てないから、はい、ないよ。全体上トゥイアポンピルーンファクトリー SCP 駆け出しバイトガールチー君、ダメか。さあ、3試合目、そろそろ食材が出てきてくれないと。チュンチュン、ハッチャン、ダンケヌ、ヒヨコは違うだろうな。大悟さん、オッケー。あれマジで全然食材出てこないじゃん。え、結構さ、なんか好きな食べ物とかを名前にしがちだと思うの、スプラトゥーンのプレイヤーさんたちって。俺もからつけってそうだし。昨日はマジで、昨日ほんとにたくさんいたんだよ。ほら、ナイス押して、ほら、大悟様やぞ。全員押してくれた。うわー、こいつらが焼肉寿司とかだったらさ、もう豪遊パーティーで、もうね、もうどうでもよかった、もう終わりだよってなってたのに。嘘、企画倒れになってるぞ、これ。やばいな。レギュラーマッチよりガチマ、で昨日は1時間ガチマッチでやってたから、ガチマの人たちの方が好きな食べ物を名前にしがちなんかな。次、ガチマでやる。さあ、ガチマッチにやってまいりました。ガチマの猛者たちはね、名前、さあ、そろそろちょっと食材来てくれないとやばいよ。ゴーグルくん、やばい。大福来た、大福ゲット、大福ゲット。いやー、俺甘いの嫌いなんだけど、大福。でも何も食べないより。さあ、ちょっと大福ゲットするために、敵に行ってほしいな。味方でナイスを押してくれない人だったらゲットできないからな。味方来た。チャージャーか。チャージャーか、初手とりあえずナイスを押してみて。でもチャージャー集中してるかもしれないから、ナイス。お、大福ゲット、ありがとう、ありがとう、ナイスを押してくれた。お前いいやつだな。お前のおかげで、ね、何も食べないっていう今日の生活はなくなったよ。オッケー。あとはもう戦う意味は正直ない。戦う意味はないんだ。もう戦う意味ねえから、とりあえず早送りで。大福、負けたけどな。お前のおかげで、ご飯食えるから。ありがとな、大福。また会えたら、いいね押してくれよ。さあ、猫背帝王、今んところは、ご飯はないですね。いやー、順も違うな。
モリモリ待つ、あー何もないよ待つってやつでさ、なんかさ松竹梅のさ、そのさ松定食みたいのがありだったらめちゃくちゃ最高なんだけど、それはダメ。最後の募集中一人にもうチンジャオロースって入ってきてくんねえかな、マジで。最後の一人なんかどんもの声、いちご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 食べれる。いやでもね、いちご大福高校生の時結構食べてたから、あの大福の中にいちご入ってるやつ、ちょっといちご欲しいな。あ、いちご味方だ、プライムか。いやプライムでサングラスかけてるやつは絶対いいね押してくんねえよ。お願いお願い、いちごの王子、王子じゃねえや、落ちろうまい、今の落としたぜ。今のジェットワークなかなかじゃない。くるりんと、さあアサリ持ってきてくれれば。うわやば、いったんか、ごめんごめんごめん。いちごいちご、もう俺にじゃなくていいから、とりあえずナイス押してくれよ。そうすればさ、え、いちご、いちごのカバーいくか。いちごのカバーカバーカバー、いちごにアサリを投げて、無理か、でかくしちゃった、むしろ。え、ナイス、おい、いちごナイス、お前いちごナイス、やった、いちごナイス食べれる。アサリあげたらナイス押してくれました。皆さん見ましたか、今あのいちごと和解したシーンですよ今。さあちょっと一回レギュラーに戻りますか。ちょっとね、いちごと大福ゲットできたことでブラックおかっぴー、いやーなんだろう、ないか。ブラックペッパーはゲットか、これブラックは違う、黒だもんな。もうデザートはいいから本当に来い。かけら、あーあー、あー何もない。また最後の一人にかけるのか。なんでこんな来ないんだ。最後の一人ラーメン、さあ残り16分、だから一つ3分だとして3、7、2、3、3、6、13、5、マスカーマスカーマスカットじゃなかったし、別にもう甘いものはいいんですよ。え待って、よく見たらユズって名前のやついるじゃん、味方に。ほらユズゲットできたらでかいぞ。わあユズやった、ユズの飲み物食べれる、飲める、ユズゲットか。いやー柑橘系ゲットですね。いやー今んとこ食べ物はないか。みかんみかん、柑橘また来た柑橘、しかもみかんに関して俺さっき食ったんだけど、お前みかんだな。あーみかんだ、みかんゲット、ウヤッホー。これこれロボットも隠し子置いといてやられね。さあちょっとさっきの あいつがみかんだ。みかんは2個ぐらい食べたいから、これもよっしゃー、みかん2個ゲット。みかんはこの辺で大丈夫かな。さあちょっとしょっぱいものをくれ、米をくれ、米を、いや麺でもいい、炭水化物をくれ。さあどんどん来るかい、我が食料たちよ、我が食料たちよ。うどんパン、うどんパン、うどんパン来た。うどんパン、うどんパンって何、うどんとパンでいいのかなこれは。いやうどんパン、え、うどんパンってものがあるのかな。検索入ります。うどんパン、え何、うどんパン、うどんパン NHK みんなの歌、何やねんそれ。うどんパンはなさそうなんで、じゃあうどんとパンゲットということで。炭水化物祭りやん。いや待って待って、でもまだ喜んじゃダメだよ。倒すか、いいね、いいんでしょうね。ナイスをもらうしか食べる方法ないからね。ちょっとここ手に入れたい。うどんパンでしょ、で次カレーとかいったらカレーうどんできるわけでしょ。お腹すいてきたよ。いや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 、入ってきたやつらもさ、飯の名前いねえし。はあ、そんなことあるかよ。一番抜けちゃダメなやつがなんで抜けんだよ。マジかよ、泣きそうなんだけど、ウキウキだったんだけど。いや嘘、そんなことある。さあ残り3回、この辺でちょっと主食来てほしい。いやー来ない、はーおじさんしか来ないよ。さあラスト2回、ここで来てくれないと安心できない。はー全然来ない、本当に来ない。マジで来ないんだけど、やばい。タケルス、ユナッチ、サイピー、ダイスケ、アキュー、木下 SC、
終わった次でラストだ。最後は、もうガチマッチでいきたいと思います。さあお願いだから何か来て。ああ終わった、もう終わったよ。俺の夜ご飯はいちご大福だけだよ。ああ今日の企画はただ俺がいちご大福食うだけの企画です。さあ集計結果ですよ。何が今夜の夜ご飯になるか、いきます。まず一つ大福、はい次いちごでーす、はいもう一つみかんで、この中のみかんも食べていいのがなんと2つだけなんですよ。っていうことで今日の夜ご飯はこいつらの甘いものセットを食べていく。まずはね、まあ大福からいきましょうか。甘いものまず食わんから、本当に俺何回も言うけど、いただきます。うん、もっちもっち。じゃあいちごも食べたいと思います。いただきます。わあ、いや普段みかんは普段から普通に食べるんですけれども、まあまあちょっとね、勝利で勝ち取ったみかんということで、普通のよりね何倍も美味しくなると思うので食べていきたいと思います。じゃあいただきます。いやなんだかんだデザート系は当たりを引いたんじゃないかな。ただねやっぱり食材を使って料理とかしたかったな。まあこの動画がまた好評だったら、次は1週間、1日1時間スプラトゥーンをやった時の名前のマッチングで出た食材しか食べれない。ってことでですね、次はゆずはね、食べないでお風呂に入れたいと思います。だからこのゆず湯ってやつ買ってきました。入れたいと思います。ドメドメ、じゃじゃーん、あすごい、めちゃくちゃゆずの匂い香る、シャニコリちゃうぜ、ヤッホー。わいい感じでゆず色になってきたな。さあ入りますか、ヤッホー。水没、やばい、あと少し、あと少し、行くぞ行くぞ行くぞ、ほースケ行ってこよう。